資産数理工学の授業を始めていきます。数え上げの基礎お話の最終回になるんですけども、前回の解き方の基礎という話をしまして、今回発展の話。で、特に母関数を使った、解き方という話をしていきます。ですね。母関数を使って全可式解けるようになるというのは今日の目標です。で、初めに、前回も初めにやった、全可式ですね。線形全可式についてお話をして、その後ですね、より複雑な全化式も母関数を使って解いていくという話をしていきます。はい。ではですね、まず前回の最後にあった母関数の復習をしたいと思います。はい。これが母関数の定義だったと。数列があるんですけども、その母関数といったらこういうべき級数でしたということです。で、ここでですね、注意しなくちゃいけないのは、この数列はこの0から始まっている、数字が0から始まっているということです。はい。で、この n に x の n 乗をかけて和を取ったもの。無限大までは和を取ったもの。無限大までって言いますね。無限大まで、動かして、までじゃない。無限大まで和を取ったものっていうのが、この母関数なんですけども、これはまあ、べき級数なので収束するかどうかわかんないんですけども、まあ、ここでは収束するものだとして考えていきます。はい。で、具体的にですね、an っていうこの、まあ、数列、与えられたら、そこからこう母関数が計算できることになるんですけども、実際どのように計算できたかっていうのをちょっと、表にまとめました。で、こんな感じですね。例えば、全部1っていうこういう、数列だったら、それは母関数が1マイナス x 分の1になりますよという形のことを言いました。2の n 乗って形をしている場合は、1マイナス 2x 分の1ってこういう形になるということも言って、一般的にアルファの n 乗、アルファは何でもいいんですけども、この時には 1-α(x 分の1という形になると。で、n ってこういうものですね。0、1、2、3、4とかこういうような数列。この時にはちょっと、同質はややこしかったんですけども、まあ、結果的にはこの1マイナス x の2乗分の x という形になるということになります。で、前回やったのは、この、数列が与えられたらそこからこう母関数を、どのように導けるのかということをやったんですけども、これ前回なんですけども、今回やるのは、まあ、この逆ですね。もう母関数からこの数列を導くっていう、まあ、一般項を導くっていうこと、これをやっていきます。で、まあ、そういうことをやるためにはですね、まあ、ある程度、ここの表の内容をですね、まあ、覚えておく必要があるような形になるんですけども、まあ、皆さんは覚える必要はなくて、まあ、必要になったら、まあ、導けばいいかもしれませんし、あるいは、調べて、これが思い出せればよろしいということになります。で、そういうつもりで、この話をしていくと。母関数から、この数列の一般項を導くという形のことをしていく。で、どうやってやっていくのかっていう話をしていきます。はい。じゃあ、まずですね、線形全可式に対してやっていくということをやります。はい。で、これですね、前回やった、まあ、第2回に紹介したこの an っていう、数列がですね、この全可式で、決められているというふうにしましょうと。で、その時に、この一般項を求めるっていうことを、前回やったんですけども、前回は2つの方法をご紹介したということになります。特性方程式を用いる方法と行列を用いる方法ということです。で、今回はですね、まあ、これに加えて、まあ、新しい方法というか、別の方法、この母関数を用いた方法っていうのをまずご紹介するということをします。で、どうやってやっていくか。いくつかのステップに分かれているので、それを順番に説明します。でですね、まずやるのは何かっていうと、このですね、数列っていうのは、n が1以上のところで、定義されています。ただしですね、母関数を使うときの数列っていうのは、a0 っていうその数字が0のところもあったわけですね。だから、この数列をですね、その数字が0のところも含めて定義されるように、変更というか変換というか修正というか、そういうものをします。で、その方法はですね、いろいろとあるんですけども、ですね、ここではですね、外装をします。まあ、いろんな方法の一つとして、この外装をします。で、外装ってどういうことかっていうと、今ですね、n が1のとき、2のときが、それぞれこの an、2、3っていうふうに定められてるんですけども、それを使うことによって、固まってしまったかな。それを使うことによって、この全可式ですね、全可式から、例えばこれ a3、っていうのは、a2 プラス a1 だから、3プラス2で5になるっていうふうに、その n が3以上のところの大きなその n に対して、この式によってどんどん値が決まっていくというふうに見てるわけです。で、もしですね、この式が n が3以上じゃなくて n が2の時にも成り立つとすると、
成立するとすると、何が言えるかっていうと、A2 イコール A1 プラス A0 になります。ただ今ですね、A0 は定義されてないわけです。A0 定義されてない。だけども、便宜上、この式によって A0 が定められるというふうに仮定すると、A0 は A2 マイナス A1 という形で定義できます。で、これは、上の、これですね。A2 が3、A1 が1である、2であるという式から、これ3マイナス2、1という形で、A0 を1とすると、この全化式が N が2以上のところで成り立つという形になりまして、で、それで全部滞りなくですね、矛盾なく定義されると。同じ数列が。同じ全化式によって定義されるという形になります。で、これをもってですね、この A0 を便宜上定めるというふうに、ここでは言っています。で、こうすると何かというと、つまりこの A0 を1とすることによって、これですね、この上の全化式は N が0のところから始まるというふうにしてもよろしいと。で、この式は N が2以上のところで成り立つんだというふうにしてよろしいと。で、これによって同じ数列が、N が0のところを除いて定まっているということになるわけです。ですかね。ということで、この下の全化式を満たすような AN が分かれば、その AN が上の全化式を満たすということになるわけです。ということで、下の全化式、この書き換えた方の全化式の一般項を考えましょうということになります。いいですか。申し上げますと、その母関数を考えるときは、数列の数字がですね、0のところから始まってないといけませんので、それでまず、そういうものを設定するというふうにします。で、これを考えると。ね。で、今ですね、が第0ステップなんですけども、次第1ステップです。何かというと、この級数を作るってことをやります。で、先ほどの、戻りましたけども、この最後のこの関係式は N が2以上のところで成り立ちますので、その式もここに書いてます。N が2以上の時にこれが成り立つというふうにしています。で、何をするかっていうと、この両辺に X の N 乗をかけます。かけました。これがかけただけですね。で、これも、この式も N が2以上のところで成り立つわけです。ですかね。で、その成り立つところの N の範囲において和を取ります。ですかね。N が2から無限大まで ANX の N 乗の和を取ると、下のが左辺。で、右辺の方はこの上の式の、N を2から無限大まで動かして和を取ったものになっていると。いいですかね。で、そうすると、ここら辺のですね、和っていうのが先ほど出てきた母関数に似たものになると。母関数は、何なのかっていうふうにちょっと、まあ、今、ここじゃ、ここではですね、この母関数をこの AX が書くことにしましょうと。で、AX を書くと、この母関数は N が0から無限大までは取っていたわけです。ただ、この上の式の左辺は N が2から無限大までは取っていて、似てるけども違うもの になってるわけですね。別の言い方すると、この左辺はこの母関数を使って書けるわけです。どう書けるかっていうと、それをやるのが次です。今作った式がこれです。この左辺と右辺。これをこの母関数 AX を使って書いていきましょうと。もう一度じゃあ AX の式書くと AX は何だったかっていうと N が0から無限大まで ANX の N 乗の和だということですね。で、それをじゃあやるにはどうしたらいいかっていうと、じゃあまずこれ左辺見ましょう。左辺見ます。で、左辺をまずこの AX 使ってこれ書いてみましょうということをする。で、そうすると何が違うかっていうと、これが母関数ですね、今ね。書いた母関数。これ母関数持ってくると、この左辺との違いは何だったかっていうと、この N が0のところと1のところがないわけです、もともとの左辺は。だから、そういう和を取ってきたら、N が0の場合と1の場合を含めた左辺と、和を取ってきたら、その部分を引いてあげれば、ちょうどこの左辺と同じになりますよ、という形になります。いいですか？で、今 A0 何だったかっていうと、A0 が2、A1 これ3でした。で、この前の部分、これは母関数です。ということなので、これはですね、母関数マイナス、1マイナス2。さっき言いました。間違えましたね。A0 は1というふうに先ほど新しく定めたんですが、すみません。A1 は1で、A0 は1で A1 は2なので、マイナス1マイナス2になります。すみません。ですね。で、和の部分は AX。で、これで、この左辺の部分。これは AX によって表された形になります。じゃ同じことを右辺に対してもやります。で、右辺の方はちょっと式がややこしいので、もう少し、ちゃんとやっていく必要はあります。まあ、もちろん左辺も右辺も両方ちゃんとやるんだけども、こちらの方もう少し、詳しくやっていくとこんな感じになりますと。まずですね、こっちの方ですね。今この A の数列の個素位置が N-1 とか N-2 になっていて、このままだと、母関数の形に合わないので、その素位置を N に合わせるようにします。
で、そうすると、もともと前の方は n が2から始まってるんですけども、n マイナス1を n にずらすと、他のところも n も全部、n プラス1にずれるわけです。だから n プラス1が2から始まるとすると、それは n が1から始まることになります。形で、この式とこの式同じになると。思います。いいですかね。で、同じように後ろの方も、an-2 の n-2 を n にすると、つまり、だから n-2 を n に置き換えるとすると、n が2から始まっているところは n が0から始まることになって、x の n 乗は x の n プラス2乗になると。いいですかね。で、この後ろの部分も等しくなると。いいですか。そうすると、これはなんか、母関数の形に似てくると。いいかね。じゃあ、ちょっとじゃあ、前の部分だけ、ちょっとまずやってみると、母関数の形にしようとすると、この x の n プラス1乗の、1乗が邪魔なんで、その x を一つ前に出しましょう。これイコールですね。で、an の x の n 乗と、こうなります。で、そうすると、この部分は先ほどのその左辺の時と同じようなやり方をすると、これを x が前に出ていて、n が0から無限大までの an の x の n 乗から a0 を引いたもの。こういう形になるわけです。で、a0、1でしたと。という形で、この前の部分は書き換えられます。じゃあ、後ろの部分どうかっていうと、同じようにやると、これは、x の2乗を前に出すと、n が0から無限大までの a の x の n 乗になると。で、そうすると、この後ろの部分ですね。この和の部分は、まあ、それそのまま母関数になっているということになります。で、この書き換えをしてあげると、まあ、こういう形になると。ですかね。で、この和の部分、母関数ですから、母関数 ax、large ax で書きましょうと。こういう形になります。で、a0、1でした。だから、母関数 ax×x が一番初めに出ていて、a0、1ですから、x とマイナス 1× とマイナス x が出てくると。で、その部分は x 二乗かける母関数と。という形で、この辺が母関数を使って書き換えられたということになります。いいですか？で、この元々の式っていうのは、つまり、この左辺イコール右辺なわけです。で、そうすると、この式によって、この無限和がなくなってですね、large ax を使って何か式が出てくるという形になるわけです。いいですか？で、書き換えられた式がこのようになります。先ほどの左辺、先ほどの右辺です。で、ここからですね、ax イコール、なんたらかんたらっていう式を導きましょうということをします。で、これは、まあ、左辺に、large ax に関わるものを集めてとかってことをやればできると。で、やってみましょうということになります。じゃあ、まずですね、large ax に関わる部分がここに1個あって、もう1個あってもいいから。で、これは、右に持っていってますね。右に持っていって、マイナス、左にまた、もう書き換えてです。何言ってんでしょうね。だから、どう言ったらいいのかな。左に ax に関わるものを集めてマイナスかけると思ってください。そうすると、x2 乗 ax プラス ax、xax マイナス ax が出てくると。で、他の部分、これマイナス x マイナス 2x からマイナス x が出てきて、マイナス1するままという形でできます。いいですかね。ってことなので、ax は、これを、分数の形で並べたものと。マイナス x2 乗プラス x マイナス1分の x プラス1と。という形になって、これでですね、large ax が何だか分かったということになります。で、特にですね、まあ、この x の有理関数として表現できたということになります。有理関数っていうのは、まあ、x に関する整式分の整式とかですね。で、整式分の整、整、そうしたら、有理式と言った方がいいかもしれませんけども、まあ、いいや。まあ、こういう形で表現できたということになります。で、ここまでで、ステップ3です。ここまで、まあ、志半ばというか 半分ぐらいできているという形になります。で、何をするかっていうと、ここからですね、逆変換をします。今、先ほど言った通り、数列から、この、母関数を求めるっていうのを前回やったわけですけど、今回やるのは、この母関数、この形から、これがですね、この an、x の n 乗の和って形で書けるんですけども、実際どう書けるのかと考える。だから、このですね、関数、これを級数展開します。で、それは皆さんよくご存知なんですね。よくご存知なはずなんですけども、まあそれを今からやると。で、どうやってやるか、まあいろんな方法があって、それを今からやっていくんですけども、まあこういうですね、有理式の場合は今から言うような、部分分数展開っていうのをすると、導けることになります。で、そういうのはですね、皆さん、やったことがあると思うんですけども、やっていくと。
まあ、必要って言ってますけど、まあ、これがでやれ、これが行えばできるっていうことなんで、必要っていうか、これを行えば十分っていうふうに本来は言うべきでしたね。で、どうするかっていうと、この分母が0になるような x をまず見つけます。で、それを、だからその分母イコール0っていう、二次方程式を解くわけです。で、そうすると、x として2分のマイナス1プラスマイナスルートっていうのが出てきます。で、そうしたら、何を言ってるかっていうと、これは x の、ちょっとこれは、かっこいらないんで。x の2乗プラス x マイナス1っていうのが、x マイナス2分のマイナス1プラスルート5かける、ちょっと場所がない。ちょっと動かすと、かける x マイナス2分のマイナス1マイナスルート5って、こういう形でこう因数分解できるってことに、を意味するわけです。で、これを使って、すいません。これをこの因数分解を使って分けるわけです。そういう書いてはここですね。だから、この初めの方を分母にするような、分数と、後ろの方を分母するような分数でこういうふうに書けますよっていうことが、その部分分数展開だったわけですね。で、この係数、この分子の部分がわかんないので、これを求めましょうと。この等式が成り立つように、この分子を求めておきましょうっていうのが、今からやりたいことです。いいですか？で、これは、まあ、いろんな方法でできます。いろんな方法でできます。ので、まあ、やってみると。で、まあ、ここではですね、次の方法でやりましょうと。今、この式を満たすような AB を求めたい。もしその、この式が、その、2の X で、意味のある2の X で、成り立つ。ということから、この AB を定めるんですけども、そのために、まあ、いろんな方法があって、ここではですね、この分母を払われた形にします。だから、両辺にですね、X 二乗プラス X マイナス1かけるという格好をします。そこをなると。さっき言ったみたいに、x の2乗プラス、x マイナス1っていうのは、だから、毎回この場所が悪いんですけどね。書く場所が悪いんで。っていうのは、x マイナス2分のマイナス1マイナスルート5かける x マイナス2分のマイナス1プラスルート5。なので、まあ、これをかけたら、ここにおいては、これが消えて、じゃあ、こっちが消えて、こちら残ると。いう形になると。ですね。で、後ろの方では、こちらが消えてこちら残るという形で、こう、かけたものができますと。で、この両辺、これ整理するのかな？整理します。X に関して整理するとこうなるとですね。で、この式は、どんな X でも成り立つ。まあ、意味のある X。どんな X も成り立つので、つまり、これ係数比較すると、a プラス b はマイナス1じゃなくちゃいけなくて、この後ろの部分がマイナス1じゃないといけないってことがわかります。いわゆるその係数比較法とかって言ってるやつですね。で、これが言えると。で、これは a と b に関する連立方程式。だから、まあ、多分解けると。で、まあ、解いてみると。で、解いてみると、この A と B が、1に定まります。この場合は。定まって、これは、まあ、解けると思うので、ここでやりませんけども、こんな感じで解けると、出てくると、いうことになります。ということで、この形に、この、有理関数かけるということが分かったわけです。が、こういうことですね。AX っていうのは、今、ここに書かれている、こういう、分数式だったんですけども、これは、これが A、これ B なんですけども、って形で、こうかけると、いうことが分かった。で、この形が分かると、先ほどの、母関数がどのように数列が決まるのかってことの逆操作を行うと、級数展開が得られます。どういうことか。今ですね、ここの部分が x マイナスなんたらかんたら分の1っていうふうに書かれてるんですけども、この部分をこういうふうに書き直しましょうと。今ですね、この部分が、1マイナスなんとか x 分の1になるように、ですね、この分母と分子にうまい数値をかけてます。うまい数値をかけてこうしてると。で、この場合何をしてるかっていうと、ここを1にしたいので、これをですね、1にするような数かけてます。ちゃんと言えないのはいけませんけども。で、そうするとこうなると。ですね。で、そうすると、このなんか分母と分子になんかかけてるので、この係数も変わってきます。ですかね。で、同じことを後ろでもやるわけです。ここに書き換えます。で、そうすると、今ですね、後ろの部分とかこの前の部分、この、1マイナスなんとか x 分の1って形になってる。で、先ほどのその、母関数を思い出すと、
どうしようかな。これを母関数とする数列。数列は何だったかっていうと、アルファの N 乗だったと。というわけです。だから、ここの部分、この部分、これが、級数で書けます。どういうことかっていうと、こういう形が来るわけです。今のアルファが、後ろの部分では2分の1プラスルート5。あ、違う、前の部分では2分の1プラスルート5。で、後ろの部分では、2分の1マイナスルート5という形になるわけです。で、この和、二つあるんですけども、これまとめましょうと。で、まとめるとこうなると。の形になるんです。で、これが母関数なわけです。母関数をここかけましたと。で、これは何を言ってるかっていうと、この x の n 乗の前のここの係数の部分、これが an ですよと。これがその母関数の定義だったわけです。ですか。ということなので、この係数のところを見ると、ここが an、つまりこれによって、一般項が分かりましたということになります。ですね。つまり、右の0以上の n に対して、この部分が an ですよという結論が得られて、一般項も止まりましたということになるということになります。よろしいですか？これなかなか計算大変なんですけども、まあ、ここら辺とか、そこの分数展開するところとか、ここら辺をこういうふうに書き直すとかっていうのは、割と計算大変だったりしたり、ちょっと技巧的だったりするんですけども、まあ、やればできるわけなので、やってみればよろしいということになります。いいですかね。ちょっとさっきちゃんと言いましたんですけど、だから、ここの部分の、この部分を1にしたいので、まあ、このマイナス2分のマイナス1プラスルート5で、まあ、分母分子割ればよいということですね。で、そうするとこれが出てくるということになります。はい。よろしいでしょうか。という形で、まあ、この線形全化式。まあ、今は一つ例をやりましたけども、同じようにいろんな全化式、同じ方法で一般項を導きますということになります。ではですね、今は線形全化式だったんですけども、もう少し複雑な全化式、扱ってみましょう。で、今やるのはこれです。n が1のときには3。で、n が2以上のときにはこのような形で表されるような全化式。で、まあ、これどういう全化式、どういう数列なんでしょう。というふうに、まず、まあ、初めに思ってほしい。だから、まあ、いきなりなんか解き始めるんじゃなくて、とりあえずこれがなんかどんな数列なのかってことを、皆さんなんかこの小さな n をですね、入れて、まあ、n4 ぐらいまでですね、実際これ計算してみるといいと思います。で、実際は計算してみました。で、A1 はマスク3ですね。で、A2 は4、1、マイナス3の1乗と。この形。これ9になります。同じようなのが A3 とか A4 を計算すると、これ27、81になる。で、そうすると、なんか、このなんか規則性は分かってくるかなとかっていうふうに思うので、何かっていうと、なんか、皆さんなんかこういうものあった時になんかこうなんか突然解き始めるんですよね。何の直感も、考えずに。で、そういうことはあんまりよろしくなくって、まずはですね、ちゃんとこうなんか直感を得るってのが重要です。直感を得る。ちょっとこれ、学言とかしてた方がよかったかもしれませんけども。直感を得る。直感を得てください。で、そうじゃないと何してるのかわかんなくて。で、なんか計算していって、なんか最終的になんか式が出てくるんだけども、こういうふうになんか小さなところで計算したものと全く合わないものをですね、平気で書いたりすることが皆さんあったりします。で、それよろしくないです。なので、まずこういうふうにですね、なんか直感を得てからですね、これこういうふうになりそうだなっていうふうに思いながら、いろいろ計算をすると、いろんなことがスムーズにいくと思います。ので、こういうことを怠らないというのは割と重要だったと思うので、ぜひ皆さんはこういう視点も持ってください。ですね。で、まあ今からやるのは、じゃあこれどのように母関数を使って一般項を求めていくのかということになります。で、やるのは先ほどの流れに沿って同じことをやります。だからまずステップ0は何かというと、これ n が0のところで定義されてませんから、それを、便宜上、定めます。ですね。で、これ元々の全化式です。で、まあどうするかっていうと、これまあ a0 を先ほどと同じような理由で、ここの部分を見て、1としてあげればよいです。なんでかっていうと、この式が、n が1のところに成り立つとすると、a1 イコール 4a0 マイナス3の1マイナス1乗になります。ですね。で、これ a1 は今3です。で、3の1、3の0乗が1です。4a0 マイナス1と、こういう形になります。ってことなんで、これ 4a0 イコール4。A0 イコール1ですね。だから A0 を1と定めると、なんかこの最後の式が、N が1乗のところに成り立つということがわかるわけです。で、うまく、辻褄が合うと。いうことなんで、
今考えている全化式、このように書き換えられると。で、この今書き換えた全化式の一般項が分かれば、この上の、式の数列と同じ一般項を持つことが分かるということになります。で、これを考えていきましょうと。はい。で、次にやるのは、x の n 乗をかけると。で、級数を作るということです。で、今の式は n が1乗のところで成り立ちますので、この式の両辺に x の n 乗をかけて、n が1から現在まで戻ります。先ほどの例では、これが、この式は n が2乗のところでしか成り立たなかったので、これ2乗のところでは劣ってましたけども、今回は1乗のところでは劣ってます。で、すいませんが、ちょっとこのところは横着して書いていて、これ本来は n が1から無限大までっていうふうに書く必要があるんですけども、ちょっと横着をして n が1乗って形で書いてしまってます。で、これ同じ意味を持ってると思ってください。はい。まあ、あまりお勧めできませんけども、ちょっとこう書いてしまったと。よろしくないですね。で、何をするかっていうと、これで第1ステップおしまい。で、ステップ2では、この、両辺を母関数を使って書くと。じゃあ母関数を AX と置きましょうと。こういうのはですね、ちゃんと書いてください。母関数、この突然なんかラージ AX とかって言われてもなんだかわからない。ちゃんと使う記号をですね、定義すると。母関数をこのように書くことにしましょうと。はい。で、その母関数を使ってこの両辺を表現します。じゃあまず左辺の方。では、先ほどと同じように、この、n は動く範囲を0からにすると a0 を引かなくちゃいけないと。で、今 a01 でしたから、これによって large ax-1 というのが、この左辺の式として出てくるということになります。じゃあ同じようにですね、右辺の方やってみましょうと。で、右辺の方も先ほどと同じようにですね、まず an-1 っていう、ここの部分を、数字が n になるようにすると、n は n プラス1に変わると。で、n が1から動いているところも n が0から動くことになるということになります。いいですね。で、後ろの方は、まあ、いろんな考え方あるんですけども、これも、ですね、n が1からじゃなくて0から動くことになると、3の n マイナス1は3の n 乗、x の n 乗が xn プラス1乗になるということになります。ですかね。で、これをちょっともう少し書き換えていくと、前の方は x をマイナスと n が0以上で、4戻そうかな。4で、anx の乗、こういう形になりますと。で、後ろの方は x をマイナスと、n が0以上で、これは 3x の n 乗、こういうふうになりますね。で、注目してほしいのは、この後ろの部分の和っていうのは、これは an っていう数字が全然出てきてません。だからこれ普通の級数なんです。で、これは何だか知っていて、これは 1-3x 分の1です。収束すれば。ってことなんで、これ全体は 4x かけるさっきの、なんだっけ、母関数、マイナス 1-3x 分の x という形で書けるということがわかるわけですね。いいですか？で、今から、まあ、これは、清書したものがこれになると。いいですかね。ということで、これによって、この左辺と右辺が、この ax を使って書けたと。左辺がこちら、右辺がこちらと。で、この二つ等しいということになります。こうですね。で、この式から AX イコールの形を導きましょうということになります。これは、まあ、機械的にやればよろしいということになりまして、まあ、こうなると。で、これで、まあ、AX がその X の有力式として書けたということになります。だから、あと同じことやればいいわけですね。この今、前の部分がそもそも、この、いい形でできているので、後ろの部分ですね。この後ろの部分をちゃんと、部分分数展開してあげましょうということになります。で、しかもですね、この分母の部分がもうすでに、因数分解できているので、もうありがたいですね。だからこれそのまま使いましょうということになります。で、なんかこれ違う。これは、わかりました。今、この後ろの式を、部分分数展開するって言ったんだけども、ちょっとここではそれをしないでですね、通分してます。これです。これ先ほどの、まあ、通分します。で、そうすると、前の方、には、分母分子 1-3x かけるという形にしています。で、どうすれば、こういう形になりますね。で、今、分母が共通、同じものなので、かけてあげると、-x ありますから、1-4x というのは分子に出てくると。そうすると、1-4x、これ消えますから、最終的に出てくるのは、1-3x 分の1というものが、この母関数ですよ、ということになるわけです。いいですかね。で、これによってですね、ax が、どういう式なのか分かったので、あとは、
この1枚の 3x 分の1っていうのを吸収展開してあげればよい。でもこれはですね、もうすぐすでに我々知ってるわけです。これは何だったかっていうと、3x の n 乗です。という角が、先ほどの α の書き方をすると、3の n 乗 x の乗、こういうことですね。こういうことになるわけです。ということで、この3の n 乗っていうのは一般項だということがわかるということになります。いいですか？早いかな。いいですかね。ということで、今言うと、このことですね。今言ったこと。この 1-3x 分の1の級数展開、3の n 乗かける x n 乗ですので、この3の n 乗が一般項として出てきましたという形で、おしまいということになります。いいですかね。まあ、やってることは先ほどと同じ。だから、まあ、こういう形で割と機械的にできます。はい。複雑とか言っときながらあんまり複雑ではなかったかもしれませんけども、じゃあもう一つ例題をやってみましょう。こういうものですね。1、n が0の時には1。で、n が1乗の時にはこれっていう数列です。で、これもちょっと、まず n が小さいところ、見てみましょうと。こんな感じ。1、5、19、63、63。ちょっとこれ見てですね、規則が分かったらなかなかすごいんですけども、まあ、こういうものだというふうに思ってくださいですね。うん。で、まあ、こういうふうに増加する数列だということです。で、これの一般項欲しいということになります。で、先ほどですね、やってたのは何だったかっていうと、AN っていう数列があったときに、N が0のところで定義されたかって、されていなかったので、それをですね、便宜上定めるってことを今まではやっていたんですけども、この数列においては、N が0における値が1と決まっています。ということなので、このような数列においては、n が0の場合をもうすでに定めているので、そのステップ0だった、その便宜上定めるってことは必要ないです。もうすぐに、両辺に x の2乗をかけるところから始めてよろしいです。ということになります。で、それをやりましょうと。はい。n が1乗の時に、この式に当たっていますから、x の2乗をかけます、両辺に。で、和を n が1乗のところで取ります。この形になります。ですね。で、また、ラージ AX を母関数としましょう。別に書いてください。突然、ラージ AX っていうのをなんか書いてするんですけども、そうじゃなくてですね、これを母関数として、それについて何が言えるのかってことを考えていくということになります。で、それはですね、この式の左辺と右辺をこのラージ AX を使って書くということを今からするわけです。流れは同じですね。これがあります。で、まずは左辺見ましょうと。で、左辺見ると、やっぱりこれ n が1のところから始まってますから、0から始めると a0 引けばよろしいと。で、a0 1でしたから ax-1 というのが出てくる。これ左辺ですね。はい。じゃあ右辺もどうなるのかって見てみましょうと。で、やってることはもう先ほどと同じなんですけども、この an-1 の an-1 を n とすると、和が0から始まるようになりますと。で、その時には ax の n 乗を n プラス1乗にしなくちゃいけません。で、そうすれば同じになると。ですかね。で、i の方は、まあ、この和のスタート n を0にすると、すべての n が、この、あと、シグマの中身の n が n プラス1になる。ので、2n は 2n プラス2、x の n 乗は n プラス1乗になるという形で同じものが書けるという形になります。ですかね。で、そうすると、この和の範囲は全部今、n が0以上のところになっているので、それはよろしいということになって、あとはこれ推移していくんですけども、前の方はこれ 3x ですかね。3x を出すと n が0以上のところで an の x の n 乗が残ると。で、ここは、これ分けるかな？分けようかな？ 2×n が0以上のところで n、あ、x もそうかな？すいません。x も出しますね。2x を出すと nx の n 乗で 2x、x の n 乗。こういう感じですかね。こういう感じになりますかね。で、そうすると、この部分は、ちょっと待ってね。ちょっと色変えますね。この部分。この和は、これは母関数です。ax。で、後ろの二つ。この部分。この和。これは分かってるわけです。で、何だったかというと、後ろの部分は、1-x 分の1。よく出てくる、もので。で、前の部分は、ちょっと忘れてるかもしれませんけども、これは 1-x の2乗分の x でした。まあ、忘れていったら、見返してもらって思い出せばよろしいということになります。で、これを、代入して、整理するということをすると、次のページですね。この形になると。ですかね。で、
このまま残さないで、もう少し整理しますね。そうすると、今、先ほどちょっとやってみたけど、通分すると、1マイナス x のところ、ここ2乗になって、分子1マイナス x でくると、この 2x2 乗、これ実は消えます。消えますので、2x だけ残るという形になります。まあ、これは都合がいいですね。という形で右辺が書けるということになります。ということで、先ほど左辺は計算して、ここで右辺計算しましたので、これによって、作った式の両辺を large AX を使って表現したということができました。だから、左辺イコール右辺という式が今得られています。で、これをですね、large AX に変えておきましょうと。そうすると、まあ、ちょっとこれも機械的ですけども、まあ、こんな形になると。かね。まあ、この1、こっちに持ってきそう。この辺ですね。で、まあ、1マイナス 3x 分の1プラス、1マイナス x 2乗、1マイナス 3x 分の 2x。こういう形になります。ですかね。で、まあ、これ部分分数分解したいと。こういう形になります、ね。あ、分数展開ですね。部分分数展開したいと。まあ、この1マイナス 3x、これそのまま、これは置いといていいんですけども、この後ろの部分ですね。これ部分分数展開したいという形になります。で、気をつけなくちゃいけないのは、1マイナス x は2乗が出てきています。こういうふうに、2乗のものが出てきているときには、部分分数展開の仕方をちょっと気をつけなくちゃいけないわけです。ですね。で、それを、思い出すために、今、まあ、この例題をやってるわけですけども、まず、じゃあ、この部分分数展開しましょう。ですね。今、この式が得られてまして、この級数展開に導きたいと。ここを部分分数展開したい。で、その時ならどうするかっていうと、1マイナス x、1マイナス x の2乗、1マイナス 3x って、これが、この分母に出てきますですね。1マイナス x の2乗があったら、それは1乗の部分と2乗の部分っていう形でやると。というのが、この部、あの、部分分数展開によって、この、だから2乗とか、その、工事の、ものがあったときにやることです。で、まあ、今、分子が ABC と、形で定数になっていて、まあ、これが分かんないので、これを定めるというのが、行いたいことになります。で、まあ、やるのは、この両辺に、この分子ですね、1マイナス x と2乗、1マイナス 3x かけましょうということをやります。で、そうそう、こうなります。ですね。で、はじめの、線形全化式解くときにやったのは何だかっていうと、まあ、この右辺の式を x に関して整理すると、これ x の二次式なんですけども、それが出てきます。で、その、この左辺と係数を比較するっていう、方法で、この ABC を定めるってことをやったんですけども、まあ、ここでもそれやっても構いませんが、ここではちょっとそうじゃなくて、いわゆるあの、代入法っていうやつをやろうと思います。何かっていうと、今この式は、まあ、どんな x に対しても成り立つことになるので、x に適当な値を入れて、出てくる式を考えましょうということをします。で、例えば、x を0とすると、まあ、これ左辺0ですね。だけども、右辺は何かっていうと、これ x0 とすると、これ1とか 3x、これ全部これ0になりますから、出てくるのはこれ a プラス b プラス c になります。ですか？x1 としましょうと。そうすると、1マイナス x、これ消えます。これがね、嬉しいんですね。倍にするっていう方法だと。そうすると、左辺は x が1だったら2。で、右辺は1マイナス x がこれ消えますから、1マイナス 3x が残って、マイナス 2b と。x1 ですからね。マイナス 2b と。形になります。で、x3 分の1。とすると、1マイナス 3x、これは消えます。で、そうすると、この c の分だけ残って、これ9分の 4c が出てきます。で、左辺は3分の2です。ですかね。で、これが今、ABC に関する方程式ですから、連立方程式ですから、まあ、これ解きたいと。で、まあ、解けばよろしいと。で、特にですね、2番目の式と3番目の式から、もう B と C はこれすぐ出てきますから、割と簡単に解けるということになります。で、実際解いてあげると、こういう形になると。ですね。ABC、これ求まると。ということで、この部分の、部分分数展開っていうのは求まったということになります。で、前にですね、1マイナス 3x 分の1とかっていうのが余っていたことを思い出すんですけども、これですね。つまり今、AX っていうのはもともとこういう式だったんですけども、今、後ろの部分が部分分数展開できましたということになります。で、その部分分数展開した結果、ここに書いてあるということですね。いいですね。で、まあ、これを見て、これ整理していきましょうと。で、そうすると、今、これ1マイナス 3x 分の1に関わる部分が、これ2つあるので、まあ、これはまとめられますね。まとめましょうと。2分の5かける1マイナス 3x と。で、マイナス2分の1、1マイナス x で、マイナス1マイナス x の2乗。で、我々はですね、この1マイナス 3x とか1マイナス x をこう級数展開しようと思ったら、これがですね、3の n 乗、x の n 乗。n が0から無限大。で、後ろの方、これが
X の N 乗だってことはこれ知ってるわけです。で、問題はですね、後ろの部分、これがですね、わかんない。わかんないです。我々が知ってるのはですね、1マイナス X の2乗分の X っていうのが、NX の N 乗の和だったってことは知ってですね。でも、この、分子が X の場合は知ってるんだけども、分子が1の場合、これ知らないんですよ。で、これをですね、導かないといけない。何なのか。で、これちょっと、工夫というか、これは気をつけないといけないです。1マイナス X の2乗分の1が、こういうふうになるわけではないので、工夫が言います。で、どうするかっていうと、まあ、無理やりですね、この知ってるものが使えるように変形します。で、無理やりの変形の仕方が、トリッキーかもしれませんけども、ちょっとこうやってやりましょうと。今ですね、これは実は、この部分、実はこれは1マイナス X2 乗分の X プラス1マイナス X 分の1です。なんでか。これ実際に、通分して計算してみると、1マイナス x の2乗分の x が前に残っていて、後ろの方は1マイナス x を分母分子に書けば1マイナス x になります。ですかね。ということで、これ、整理すると、x プラス1マイナス x、これ x これ消えるわけですね。ということで、これ1マイナス x の2乗分の1になります。ですかね。ということで、この式はこれ正しいわけです。この2つで等しいと。で、そうすると、1マイナス x 二乗分の x っていう、級数展開知ってるものと、1マイナス x 分の1ってこの級数展開知ってるものにこれ分けられるので、嬉しいということになります。で、ちょっとこれは、まあ、ちょっと知らないとできないかもしれませんけども、まあ、これはちょっとした工夫です。ちょっとした工夫です。はい。で、まあ、やってみたということになります。で、これができれば、まあ、またこの1マイナス x のところが、同じもの出てきてますか、これ整理しましょう。で、そうすると、マイナス2分の3が出てきます。ね、で、そうすると、ここに出ているこの有理式。これは全部級数展開知ってるものになりますから、それで置き換えてあげましょうということになります。今の式、そのまま書きました。で、今、この知ってる部分ですね。級数展開で置き換えましょうと。置き換えました。うん、じゃあ、これを全部一つの、シグマの中に収めると、こうなるということになりますね。で、そうすると、この x の n 乗の係数の部分、これが、AN になりましょうということになって一般項が導けるということになるわけです。とかですか？いいですか？結論。から N 以上、あ、0以上の任意の N に対してこの部分が AN になりますよということになると。よろしいでしょうか？ちょっとですね、いろんなその技巧的な部分、この部分分数展開であるとか、そのうまく級数展開ができるように式を変形するとかっていうことは、ちょっと技巧的かもしれませんけども、まあ、技巧的でありながら、割と機械的でもあるので、ぜひ、自分でも計算して試してみてください。はい。で、ここまではですね、まあ、より複雑な全化式の解法っていう話だったんですけども、あと2つちょっとお話をしたいことがあって、それが残りの時間の話なんですけども、1つは周期的な数列の一般項という話です。どういうことか。こういう数列考えましょうと。まあ、AN という数列が、N が N を3で割った余りが0の時には1、N を3で割った余りが1の時には4、N を3で割った余りが2の時には3っていうような数列だとします。この数列の一般項を一つの閉じた式で表せますかと。だから今ですね、もうこの数列の振る舞いはもう分かってるわけです。これだから1、4、3、1、4、3、1、4、3っていうのがずっとこう続くって、こういう数列です。これ分かってます。でもこれをですね、AN イコール一つの式でこういう形で表せますかってことなんですね。で、これでは実際にこれできるんですけども、これやってみたいと。で、なんでこういうことをするかっていうと、これちょっと前回ちょっと言いましたけども、この母関数っていうのは、そのデジタル信号処理の世界では Z 変換と呼ばれるっていう話をしたんですけども、こういうですね、この周期的な数列っていうのは、つまりそういう信号のイメージでいうところだから、これ周期的な信号なわけです。で、周期的な信号っていうのはよく現れるわけです。で、そうするとそういうものをやっぱり一つの式で表したいわけです。そうすると、式で表されると、その式を見ることでいろんなことが分かるってことになるわけですね。で、それやりたいということになります。それ実際やってみるっていうのが、今からの話です。で、やることは同じなんですけども、ただ、ここで今書かれているのは全化式ではないので、その、
先ほどのようにですね、この数列の母関数を求めたいんですけども、この母関数を求める方法はちょっと変わってきます。ので、まずそれをやりましょう。母関数をまず求めましょうと。で、それはですね、実際、まあ、こういうふうに数列が書かれるんだってことから、実はすぐにわかります。どういうことか。今ですね、この母関数を、まあ、large AX と書くことにすると、この数列1、4、3、1、4、3、1、4、3というのをずっと続いていくわけなので、この AX ってのはこういう形で書けるわけです。これはちょっと、これですね。こういう形で書けるわけです。で、そうすると、何がわかるかって、これ3つずつ切ると、1、4、3、1、4、3っていう、この塊になってですね、1、4、3っていう部分。1、4、3っていう部分。ただし、この x の何乗とかっていう風に書かれている部分がこれ変わっていくとなりますが、一方ですね、この2つ目の部分、ここは g っていうと、これはですね、x の3乗かける1プラス 4x の2乗プラス 3x の3乗になっています。間違えましたね。4x プラス 3x の2乗という形になっています。で、その後はこれどういうふうになってるかって、これは x の6乗でくくれて、x の6乗かける1プラス 4x プラス 3x の2乗という形になってますね。で、これはまあ作り方から当然こうなることがわかります。ですね。それ1、4、3っていうのがずっと繰り返されていて、だけどもこの x の出来はどんどんこれ、5つ増えていくわけですから、こういうふうになると。で、そうすると何かっていうと、これ全体は1プラス 4x プラス 3x の2乗でこれくくれます。で、残り何が出てくるかっていうと、初めの部分からは1、2つ目の部分からは x の3乗、3つ目の部分から x の6乗、だからその後は x の9乗とかですね。この後は x の9乗、その後 x の12乗とか、こんな形になっていくわけです。つまり何かっていうと、この後ろの部分ですね。この後ろの部分っていうのは何かっていうと、n が0以上の部分で x の 3n 乗。これの和になってるわけです。で、x3n 乗っていうのは、x の3乗の n 乗ですから、この、級数が収束するんだとすると、この級数はですね、1マイナス x3 乗分の1になります。ですか。で、前の部分そのままなんですけども、そういうことは何かっていうと、ax は1マイナス 1マイナス x3 乗分の1プラス 4x プラス 3x の2乗っていう形で、やっぱりこれ x の有理式としてこれ書けるわけです。いいですか？ってことで、今 ax はこう書けたので、ここからやることは先ほどと同じです。つまり、この、有理式を級数展開してあげれば、この ax っていうものの一般項が一つの閉じた式として書けるってことになります。いいですか？そうするとやりたいのは、この、1マイナス x3 乗分の何とかっていう式を部分分数展開することです。で、そうすると、1マイナス x3 乗ってこの分母の式イコール0を解くっていうことが出てきまして、で、これ3次方程式なんですけども、これは、まあ、一応解けるわけです。解けるんですが、この、解が実数にはならないんですね。有理数というか、有理数にもならなくて、実数にもならなくて、いわゆる虚数解が出てきます。で、それは別に構わないわけです。別に虚数とか複素数が出てくるからなんか困りなさいとかっていうことは何もなくて、それはそのままやっていきます。なので、それをやっていくわけです。で、特に、まあ、この時 x は、1か、e の 2πi を3で割ったものか、e の 4πi を3で割った。まあ、こういう形になるわけですね。で、まあ一応、これオメガと書いたりするんで、これオメガの2乗ですね。というふうにして、この、1マイナス x3 乗イコール0っていう方程式で解けますから、解は。で、これを使って部分分数展開をしていくということになります。いいですか？じゃあ、それやっていきましょう。だから今、部分数展開をするために、x-x30 イコール0っていう方程式を解くと、x が1、オメガ、オメガ2乗となると。ただし、オメガっていうのは、e の3分の 2πi 乗と。あ、つまり、この i は虚数単位です。ちゃんと言ってませんでしたが、i は虚数単位です。i は虚数単位。で、これを使って部分分数展開しますと。つまり、今考えて、対この1マイナス x3 乗分の1プラス 4x プラス 3x2 乗っていうのは、
1マイナス x、オメガマイナス x、オメガ2乗マイナス x を分母として、abc っていうものを定めてあげれば、部分分数展開できるということになるわけです。ですかね。で、まあ、これどうやってやるかってことになります。で、先ほど言った通り、係数比較のパターンでやってもいいし、代入法でやってもいいんですけども、まあ、どちらでもいいです。で、まあ、実際に、ここでは、代入ってあるのかな？この1マイナス x3 乗っていうのを両辺にかけて、こういう式にしてあげますと。ですかね。で、この式は任意の x に対して成り立つので、任意の複素数 x として成り立つので、まあ、その x として1を入れたり、オメガを入れたり、オメガ2乗を入れたりすると、まあ、いろんなとこ消えますので、それに従って、こういう式作ってあげると。ということになります。で、そうすると、まあ、この一番初めの式から A、2番目の式から B、3番目の式から C が求めると。だから、これまあ、連立方程式と言ってもいいんだけども、もう呼ぶまでもなく、初めの式から A、2番目から B、3番目から C がそのまま求まります。で、こんな感じになると。ですかね。ちょっと早いかもしれませんけども、まあ、これなんだろう。冷静になれば、ただ計算してるだけなので、今はちょっと原理だけ説明してます。で、これで、まあ一応その A と B と C がまとまったんで、いいんですけども、ちょっとですね、見た目が汚い。見た目が汚いんで、ちょっとこれ整理しましょう。で、どういうふうに整理するかっていうと、今ですね、オメガっていうのは、1の3乗根なわけです。だから、オメガの3乗っていうのが1だということが分かってますし、ますし、複素数の性質から、オメガの2乗プラスオメガプラス1。じゃないな。オメガの2乗っていうのが、オメガプラス1になるということがわかります。これ、複素数の性質とか複素平面とか考えてもらえばわかると思うんですけども。で、これ使うとですね、ここら辺の式もっと簡単になります。簡単にしましょうと。間違ってますね。すいません。どうもなんか違うと思ったんですよね。プラス、これが0ですかね。ちゃんとやりましょうかね。今だからこういう風になっていて、複素平面において、1とこことここなんで、そうですね。足したら0ですよね。当たり前ですね。すいません。ちょっと当たり前のことは分かってなかったのでいきませんけども、だから足したら0になるので、この式は成り立っていると。はい。ということで、この2つに注意すると、A っていうのは今、もともとこういう式だったんですけども、もっと簡単になりますと。で、それを簡単にしようとしたのはこれです。で、どうやってやったかっていうと、まあ、これいろんな方法またあると思うんですけども、何でやってるかっていうと、まずこれ、分母を展開してます。展開するとこうなると。で、今ここにそのオメガ3乗とかオメガ2乗とかっていうのがあるので、この式を使ってですね、次数下げましょうと。で、オメガ3乗は1です。1になりました。で、オメガ2乗はこの式からマイナス、オメガマイナス1に等しいということになります。で、そうすると、オメガではこれ消えるんですね。だからこれ3分の8。っていう有理数というか、実数、虚数ではない、虚数部が0の、なんか実数が出てくるってことがわかります。だから、もともとの式では、なんかそういう雰囲気持たなかったんだけども、あ、これは、こういう、実数なんだなとわかると。A 実数なんだなとわかる。B はどうでしょう。B もともとですね、こんな式でした。で、これもですね、ちょっと簡単にしたいなというふうに思うんですけども、まあ、これ簡単にする方法いろいろとあると思うんですけども、さっき言ったようにですね、まあ、なんか実数下げてあげると、オメガの2乗以上のその実数を持つ、オメガ3乗とかですね、オメガ2乗とかを持たない形にできます。で、まあ、実際にやってみるとですね、これ、ここまで簡単にできます。3分のマイナス1マイナス3オメガ。まあ、これが簡単かと言われると、まあ、そうかどうかはわかんないんですけども、まあ、で、こういうふうな形にする必要があるかと言われると、ちょっとそれもわかんないんですけども、まあ、もともとの式よりも見た目は良いということになります。で、C もですね、もともとこんな形の式だったんですけども、まあ、これも、実数下げてあげると、まあ、ちょっとこれは、まあ、計算は後で、皆さん自分でやっていただいて、同じものになるかどうか確認してほしいんですけども、まあ、3分の2プラス3オメガになるという形になります。これ目がチカチカしますよね。でも皆さん、まあ、ちょっと頑張って計算していただいて、こういうふうなことを確認してください。この細かい計算をやるのは、本意ではないので、だから私は一回ちょっとやってるんですけども、皆さんも実際一回やってみてください。割と大変です。大変だけども、まあ、落ち着けばできると思うので、実際やってみてください。ということで、A と B と C は、こういう形で定まります。
定まったんで、つまり、分分数展開として、こういう式が得られるということになりましたと。で、そうすると、あとは、逆変換ですね。押してあげればよいと。で、1マイナス x 分の1は我々知っている。でも、このオメガマイナス x 分の1、これ知らないので、これちゃんとやらないといけないと。で、例えば、じゃあこれは何なのかっていうと、例えば、オメガ分の1で両辺割ってあげましょうと。オメガマイナス x 分の1。オメガ分の1。すると、これは1マイナスオメガ分の 1x 分のオメガ分の1と。こういう形になるので、これで、知ってる形になったので、これで、我々、部分分数展開できますということになります。で、まあ、もし、もっと、簡素にしたかった、これ簡素になるかどうかわかんないですけども、まあ、オメガ分の1というのはオメガの2乗なんで、こういうふうに書けるということを使ったりすると、まあ、こんな形で書けていくと。書けてないですね、全然。こんな形で書けていくと。今ですね、今言った、この、計算とかをしてあげて、で、この部分で級数展開作ってあげてると。で、まあ、ここでようやくオメガ分の1、オメガ2乗に、こう、してるんですけども、まあ、こういう形で書けるということになります。ちょっと細かい計算は皆さん、自分でやっていただければできると思うので省略と。で、そうすると、この部分ですね。A、x の n 乗の係数、これが今 an。になるんだということが分かって、書きたかった数列の一般項が、こういう一つの式で書けますということが分かったということになります。いいですかね。なんか、ま、細かい計算がいろいろとあるんですけども、まあ、まず、原理を分かってもらうことが重要なので、まあ、原理に従って、あとは自分で頑張って計算するということになります。まあ、この頑張って計算するというのは、実は割と大変だったりするんですけども、まあ、一度はちょっとやってみてほしいと思います。ということで、今の結論言いますね。もともとこういう、数列を考えていたんですけども、ここに書いてあるような形で一つの式に書けましたということになります。で、まあ、これを、ま、回答例で言いますね。まあ、この形以外にも、ここら辺のですね、このケースの書き方、いろんな方法あると思うので、まあ、別にどう書いてもらってもいいんだけども、まあ、その、オメガの2乗以上の項が出ないような形で書く一つの方法がこれですということになります。ですかね。で、オメガは、ま、1の原子3乗根であるということになってます。で、このような記述を得ることを逆離散フーリエ変換と呼ぶことがあります。だからまあこの言葉出したかったからとこれやってたってこともあるかもしれませんけども、だからまあこういうその周期的な信号をですね、だからこの、まあその、いわゆるの周波数成分を使って書いてると。で、その振幅っていうんですかね、その係数がこれになっているということを今これ書いてるとなっています。いいですかね。ということになってまして、だからこれはその、まあ、信号処理なんかでよく現れる一つの、方法論になってたりします。で、まあ、この式にですね、見ると、これその複素数たくさん出てくるわけです。だけども、元の数列っていうのは、1、4、3ってこう整数しか取らない数列なわけですよね。ってことなんで、まあ、一応ですね、これ本当に、このなんか複素数だらけのこの数列、本当に整数返してくれるんだろうかって、ちょっと疑問に思うかもしれませんけども、実際返します。例えば、なんか A0 っていうのを計算すると、まあ、A0 はあんまり薄くないかもしれませんが、A0 を考えると、このオメガのところの係数が0になりますから、オメガの0乗が1です。そうすると、この、3分のオメガ、これ消えますから、ちゃんと、整数出てくるということになります。で、同じようにですね、A1 とか A2 っていうのを今の式に、従って計算すると、この場合もなんかオメガがうまくこれ消えてくれます。うまく消えて、これ4になると。で、A2 もうまく計算すると3になると。これもですね、実際この、やってみるとですね、あ、本当になるんだなってことが、確かめられると思うんで、実際皆さんやってみてください。はい。よろしいですか。これはただの確認です。はい。という形で今、こういう周期的な数列に対する一般項を求めるって話をやりまして、まあ、そこでその複素数出てきますよ。でも複素数出てきても原理は同じですという話をしました。はい。で最後にですね、母関数が収束しない場合、何を言ってるんだと。今まで母関数収束するっていうことを仮定してたじゃないかと思うんですけども、ちょっとそれをお話をすると。例えばですね、こういう、全化式であるとします。
読みますと、n が0のときには4。で、1の以上のときには an は n かける a の -1 プラス 3n の -2。こういう母関数ですね。ごめんなさい、全化式ですね。で、ここからですね、一般項を求めたい。で、これはですね、割と至難の技。で、まず、その、母関数を使った方法で、この全化式解きたいっていう形に一般項を求めたいってことをやりたいんですけども、今までのですね、母関数はですね、使えないんですね。で、なんでかっていうと、この級数が実際、この場合収束しないからです。だから今までが収束するっていうのを仮定してるっていうのはどういう意味だったかっていうと、その X をすごくですね、小さく取れば、X をすごく小さく取れば、ちゃんとその収束関係の中にこれが収まってですね、この級数意味持ちますよって話を、まあ、していったわけです。で、今まで扱ってきた、ものは、まあ、全部そういうふうになってるんですね。ただ、これはですね、そういうふうにならない。どんな小さな X を取っても収束しない。なんでか、まあ、実際にですね、この比を取ってあげましょうと。で、比を取ってあげるんだけども、まあ、何を考えるかっていうと、今ですね、an っていうのは、n が1乗の時には、この式ですね。この式で、定義されてますけども、この 3n-2 っていうのはこれ正なので、この an っていうのは必ず n、an-1 よりも大きくなります、真に。だから、この比ですね。この比っていうのは必ず n かける、x の絶対値よりも大きくなります。で、n っていうのはこれ定数じゃありませんから、この x をどんだけ小さく取っても、これ、大きくなっちゃう。定数で抑えられない。ってことになって、これ困っちゃう。困っちゃったら、収束しない。ってことになります。ので、困っちゃうんですね。だからその母関数の方法を使えないんじゃないかと。いうことになるんですが、そういう時にはですね、いろいろ工夫の方法があって、何かっていうと、別の数列を考えます。別の数列っていうのは、この数列、この全化式から作られる別の数列を作ります。で、例えばですね、まあ、一つの方法としては、この an の代わりに、この an を n の階乗で割った、こういう数列を考えます。で、これ今 bn としましょうと。で、この bn の母関数を考えるということします。つまりこれは、n の階乗分の an の母関数です。ね。で、こういうものをですね、今から考えていきましょうと。で、一応まあ名前だけ言っとくと、こういうものをですね、指数型母関数と呼ぶことがあります。まあ、なんで質型なのかって言われると、ちょっとそれを後でですね、わかるかもしれない。で、まあ、それに比べて、普通の今まで扱ってきたような母関数のことを通常型母関数と言ったりします。まあ、特に、まあ、名前はいいんですけども、まあ、こういうですね、n の階乗で割るということをすると、有用な場合があります。で、特に先ほどの場合、こういう数列考えて、この、質型母関数を考えると、この質型母関数はこれはですね、収束するんです。で実際やってみるとどういう形になるかっていうと、これ、元々の、数列ですね。で、これの an の代わりに、この an を n の階乗で割ったものを考えましょうと。そうすると、じゃあ4を0の階乗で割ると、これ4になります。だから n が0の時にはこの数列4になります。じゃあ、n が1乗の時には、これ全体を割るんですけども、どうなるかっていうと、まあ、an を n の階乗で割ると bn になります。で、じゃあ、この右辺の方も n の階乗で割ります。そうすると、この式はですね、そのままでいきます。いいですか？で、そうすると、ここに n の階乗ってのがありますから、これは、はじめの項っていうのはどうなるかって、これは、イコール、分子が an-1、で、分母が n-1 の階乗って、こういう形になるわけです。ですね。そうすると、これは、定義からこれ bn-1 です。いいですか？という形で、その、だから BN に関する全化式がこれによって得られるということがわかるわけです。で、二つ目の項は、まあ、これも、N の階乗と N の部分を整理すると、N-1 の階乗分の3になります。で、まあ、最後の部分そのまんま、マイナス N の階乗分の2と。こういう形になります。で、これによって B に関する全化式が得られたということになります。BN に関する全化式。関数が対するかな。で、これの母関数考えましょうと。つまり、その元の、数列の指数型母関数考えましょうということになります。で、これを見るとですね、ここら辺そこが小さい。で、bn の係数1なんで、これまでちゃんと収束する。その級数というのも収束するというのがわかるわけです。ということで、
それをやっていきましょうと。じゃあ実際に x の n 乗をかけて抽出するとやっていきます。で、n が1以上の時にはこの式に当たってますから、両辺に x の n 乗をかけましょうと。で、和を取ると、まあ、n が1からですけども、こういう形になると。ですかね。まあでも、その先ほどと同じことをやってます。で、この左辺と右辺を、母関数ずつ書きましょうと。だからこの bn、ちょっとちゃんと書いてないから書きますね。bx イコール、n イコール0から無限大まで bn の xn 乗をすると。で、これを使って、この左辺と右辺を表すことにしましょうということになります。で、どうするか。で、それを使ってやっていきましょうと。で、そうすると、左辺の方は、またこれ n が1から始まってますから、0からにすると b0 引き取れるとなります。で、前の部分は bx。で、後ろの部分 b0 は4だということになります。で、じゃあ右辺の方も同じようにやっていきましょうと。で、こうなると。で、初めのところ、n-1 っていうのが b の数字にありますから、それを n とすると、他のところが全部ずれるとなりますね。二つ目のところ、これも n が1から始まってるので和が、和が n から1から始まってるので、それを n が0から始まるようにすると、分母は n の階乗になって、x の n 乗が n プラス1乗になるということになります。で、最後のところ、これもちょっと、まあ、n が0のところから始めるようにするんですけども、これはですね、ずらすんじゃなくって、それ、n が0の場合をここに足して、引く。という形で辻褄を合わせるようにしましょうと。いうふうにします。で、0の階乗はこれは1です。いいですかね。で、問題はですね、ここら辺ですね。ここら辺は今、じゃあ、ここです。前、始めの部分。この部分は、x×bx です。という形で、母関数を使って書けるんですけども、この後ろの部分、この級数、これ何でしょうということを考えるんですけども、ここでですね、皆さんこう微分積分でですね、やったことを思い出すんですね。何かっていうと、これはですね、3x×n が0から無限大までの n の階乗分の x の n 乗なわけです。で、じゃあこの n の階乗分の x の n 乗は、これ何でしょうと。これですね、実は知ってるんですね。これが指数型母関数と言われるゆえんだと思うんですけども、何かっていうと、これは実は、テイラー展開。e の x 乗のテイラー展開。なわけです。これですね。だから、さっき言ったこの和のところは e の x 乗になるわけです。いいですか。同じように、後ろの部分、これは 2×e の x 乗になるわけです。という形で、これちゃんと収束する。すごいですね。しかも人間の実数で収束する。すごいですね。あ、これはね、これは収束する。となってまして、まあ素晴らしいですね。ということになりますね。で、まあ最後残っている部分、これはまあプラスになるということになりまして、これで右辺がなんかこの、bx を使った式で書けましたということになります。で、左辺も bx を使った式で書けてますから、この二つ合わせることによって bx イコール何とかっていう式が得られます。こうですね。今できた式これです。で、ここから bx イコールっていう式を作ってます。いいですかね。bx こことここにありますから、あ、それここですね。こことここにありますから、この1マイナス x で割って、こんな形のものが出てくると。で、これ整理すると、まあ、こんな形の形で、整理できましたということになります。で、これによって、bx を x の関数として表現できた。まあ、これ、有理関数ではないんですけども、なんか、その e の x 乗っていう指数関数もありますけども、なんか、bx っていうのを一つなんか形で表現できた。ので、これをですね、この全体が、なんとかの、x の n 乗っていう形で書ければ、この中身、この係数の部分が bn になると。いうことになるわけですね。で、なので、今ここに書かれている式の級数展開を求めていきたいということになります。で、そうするとですね、いろいろとややこしいことがあって、e の x 乗、これは先ほどのテイラー展開、これ知ってると。1-x 分の6、これも我々知ってると。で、問題はですね、1-x 分の e の x 乗、これを知らないんですね。これ知らないんですね。で、ここの部分が厄介ですけども、まあ、頑張ってやっていくことになります。じゃあ、この級数展開に続きましょうと。で、やるのは何かっていうと、この1マイナス x 分の e の x 乗の部分は知らないんだけども、1マイナス x 分の1と e の x 乗はそれぞれは知ってるわけです。ですかね。で、それをまず書いていくと。で、どうするかっていうと、まず e の x 乗、順番に通すね。e の x 乗、これは先ほどのテイラー展開
なので、L の階乗分の X の乗は、後ろの1マイナス X 分の1が、我々知ってこの X の N 乗分の、X の N 乗の和になるわけです。ということなんで、1マイナス X 分の1は、この部分ですね。X の形状の和として今書いてます。じゃあ、E の X 乗、これは、L の階乗分の X の N 乗の和という形で書いてます。で、これは、まあ、積なんですね。で、これを無理やり、n が0から無限大までの何とかのかける xn 乗という形で書きたい。で、これは頑張れば書けるわけです。なんでかっていうと、これは前の部分は、なんか、ちょっと待ってね。頑張れば書けるって言ってるんだけども、どう頑張るのか。ちょっとこれはちょっと頑張る必要があるんです。これちょっとこれやると、これは前の部分が、1プラス x プラス x2 乗プラス x3 乗プラス点点点。こんな形になったわけです。で、後ろの部分は、1プラス x プラス2分の 1x の2乗プラス6分の 1x の3乗プラスって、こんな感じになってるわけです。ですかね。ですか。だから例えば、今、だからこれは、和を取ろうとしてるんだけども、なんとかの x の0乗プラス、なんとかの x の1乗プラス、こんな形のその展開をしたいわけですね。これ。見てね。こんな形にしたいわけです。で、そうすると、この今四角に書いてあるところ、ここには何が入ってくるのかということを考えるわけです。じゃあ、x の0乗の係数は何かっていうと、それは、前の部分から x の0乗、後ろの部分から x の0乗を取って、かけたものがここに出てくると。だから、この、係数、これ1になりますと。ということがわかると。いいですかね。で、じゃあ、x の1乗の係数なんでしょうと思うと、x の1乗を作るのは、前から0次、後ろから1次の項をかけて出てきたものと、前から1次の項、後ろから0次の項をかけて出てくる1次の項の2つしかないわけです。で、つまりこれ1プラス1しかないということがわかります。いいですかね。もう少しちゃんと書こうかな。今、これ1って書いてあるのは、これ、区別つかないんで、ちょっとすいません。ここら辺もう少しちゃんと書くことにして。この1はいいんだけども、ここは、0の階乗分の1プラス1の階乗分の x。これ2の階乗ですね。ちょっとこれちゃんと書こうかな。ここは3の階乗。この話ですね。で、今書いたのは、ここは、1かける0の階乗分にされていく。で、ここにあるのは、1かける1の階乗分の1と、1かける、0の階乗分の1と。ですね。こういう形になっていると。はい。じゃあ、この x の2乗の係数はどこから出てくるかというと、0次の項と2次の項をかけたもの、1次の項と1次の項をかけたもの、2次の項と0次の項をかけたものの係数から出てきます。ということなんで、これは何かっていうと、1かける2の階乗分の1プラス1かける1の階乗分の1プラス1かける0の階乗分です。こういう形になってください。いいですか？ってことは、同じことを繰り返していくと何がわかるかっていうと、x の n 乗の係数は何でしょうと。これを考えると、今、ちょっとこの中に書いたものをちょっとこ、整理すると、これは、0の階乗分の1。これは、0の階乗分の1プラス1の階乗分の1。で、こちらは0の階乗分の1プラス1の階乗分の1プラス2の階乗分の1。こんな形になったわけです。だから、x の n 乗の前に来るのは何かっていうと、これは実は0の階乗分の1、1の階乗分の1、点点点、プラス n の階乗分の1です。これが出てくる。いいですかね。ってことを今から次の式に書きます。ということかっていうと、x の n 乗の係数は、k を0から n まで動かすときの k の階乗分の1の和です。ですね。これは先ほど言った式をちゃんと見ればわかると。ですかね。で、これがわかれば、これは一つの式にまとめられます。何かっていうと、n の0から無限大までの和で、x の n 乗の係数はこれであると。ですかね。いいですか？つまり、これが BN。BN は、
N が0以上の人間の自然数のときに、6プラス、この和、階乗分の1の和、マイナス、N の階乗分の3、という形になります。で、これは BN です。で、欲しかったのは AN なわけです。で、AN は何だったかっていうと、これは N の階乗かける BN です。ですね。なので、この BN に N の階乗をかけると、AN がわかるということになります。で、それがこれですね。AN は6の N 乗、6の N 階乗、プラス、K の階乗分 N の階乗の和、マイナス3。という形になります。で、ここの部分に、この和が残ってるんですけども、ちょっとこの和はですね、これ以上簡単にならないと思います。ので、これは残してあります。でも、まあ、これ有限和なので、まあ、よろしいと思いましょう。うん。で、これで、まあ、AN の一般項分かったということになります。よろしいですかね。まあ、いろいろややこしいですし、計算も大変なんですけども、まあ、考え方がまず分かってもらったとか一つと、その考え方に従って実際にこの計算が実行できるところが二つ目。なので、それどちらもできるように順番を追って理解するようにしてください。はい。では、まとめ。今日の話は母関数を用いて電化式を解けるようになるという話でした。で、初めに前回にあった線形電化式の話をして、まあ、それと同じ方法でいろんな全化式解けますよ。一般項を求められますよっていう話をしました。原理は初めにやった話でもうほぼ終わっていて、あとは、ただ単にそれをどのように適用していくのかとか応用していくのかっていう話だけだったというふうに思ってもらってもいいわけなんですけども、まあいろいろとですね、実際に計算をするときには難しい部分もあってですので、それは注意をするようにしてください。で、注意があります。今日は使ったのは母関数に関する初歩です。これでも初歩です。で、母関数にまつわる理論は、すごく膨大で、なんかそのまあ母関数に関する本とかで実はあってるんですけども、今日やった話はだいたいもうなんか初めの3ページぐらいです。はい。なので、本当に、初歩の初歩、というような感じになってます。で、まあ、母関数にまつわる理論は膨大なんで、もし、こういうものに興味があるっていう人は、この解析的組み合わせ論っていう、分野が、最近はできてきてます。だからこの組み合わせ論において、先ほど言ったような、そのなんか、テイラー展開とか、そういうその解析学におけるですね、知識を使ったり、定理を使ったり、考え方を使ったりして、この数列をですね、調べていくというような分野があったりします。で、そこでは、複素関数論がすごく重要な役割を果たしています。今日ちょっとですね、その複素数が出てくる場面は少しお伝えしましたけども、例えばその流数定理を使ったりとか、ですね。そうですね。そういう、いろんな、複素関数論における、いろんな知識、理論をですね、使ったりするような話があったりします。ということなので、まあ、こういうことに、興味がある方は、ぜひ、この解析的組み合わせのとかですね、そういうような、キーワードで調べてみてください。はい。で、これで、この、数上げの基礎の話、4回分が終わりになるということになります。では今日の授業もこれで終わりになります。ありがとうございました。